こんにちは。今作ったトラックで大丈夫？これで大丈夫？まあ、大丈夫だ。多分大丈夫ね。じゃあこの8小節の中にですね、レナさんの、歌をちょっと録音してみたいと思うんですけれども、このソナーにはですね、このようなものがくっついております。はい、マイクプリアンプですね。これすごいですね。これ原因を調整したりですね、もともとコンプレッションとかかけながら撮ることもできます。ちょっとね、録音レベルを合わせてみたいので、よろしいですか？ちょっと、とか言ってみて。ダメですね、はい。いいですか？はい、いいですよ。はい、ここにね、インプットをですね、ちょっとお待ちくださいね。オーディオトラックどこでしたっけ？この下でしたね。失礼しました。今日ね、来る時にね、コンタクト落としちゃって、僕、肩をほとんど見えてないんですね。すいませんね。大丈夫じゃないです。これで録音のレベルを調整します。はい、ここで、マイクの入り口をですね、VS700 の、位置にですね、レフトの位置にですね、ここですね。これどうですか？メーターが触れてると思いますね。はい、これを、はい、この原因で調整します。ちょっと歌ってみて、アカペラで。なんか、それで厳しい？厳しい。よし、じゃあこのぐらいにしとこうか。じゃあちょっと録音レベル測るんでね。はい。いきますね。一回流してみます。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。すぎるのかな。もうちょっとお下げようか。じゃあこんな風にしてね、自宅録音してますよね、いつもね。はい、もう一回やってますね。こんな感じかな。じゃあちょっと録音してみますか。大丈夫？準備はいい？最初カウント4つ入るからね、はい、その後に歌ってくださいね、はい、いきますよ。あれ、意外と綺麗に入ったね。もうちょっと下手に歌ってくれた方が嬉しかったんですけどね。ちょっと聞いてみましょうか。はい、この声をこれだけで聞いていい？ソロにして、はい、いい？ちょっとやってみますね。君といればスウィートデイ、ずっとこれからスウィートデイ、何もいらないの、 It's so lovely day。 ほとんどもう文句なしの感じなんですけども、若干ね、ピッチが悪いね。それをちょっと直してみたいと思います。いわゆるですね、ピッチの補正ソフトっていうのを使って、ね、直してみたいと思うんですけどもね、最近のテクノのほら流行りっていうと、やっぱりその補正ソフトをすごい極端に使って、なんていうんだろう、ケロ声っていうのかな、みたいに最終的にはしていきたいと思うんだけども、とりあえずこれ、ソロでね、やってみたいと思うんですけど、この V ボーカルっていうのを呼び出してみますね。はい、出ました。これが V ボーカルっていうんですけどね、おそらくね、僕が使ったね、いろんなピッチ補正ソフトの中でもね、一番激しくかかる、これは。うん、ちょっとその、実際やってみたいと思うんですけども、これが今、さっきレナさんが歌ってくれた、波形ですね。こういう波形と、その黄色っぽいのが音程なの、あなたの。うん、で、人間だからやっぱりちょっとこう音程が揺れてるんだよね。うん、これがやっぱり人間の特徴なんですけどもね、アコースティック楽器もそうだと思うんだけども、これをここのスケールの中でね、縛ってみたいと思うんですよ。うん、ピッチの補正をしてみますね。ちょっと聞いてください。ちょっと軽くやってみますか、まずソフトに。きますね、コレクトします。君といれば
sweet times ずっとこれから sweet days 何もいらないと It's so lovely day はい、これ分かると思うんですけどもオレンジ色と黄色の線が出たでしょ。これは修正前と修正後の、差なんだよね。で、これを今ソフトにかけたんだけども例えば、このセンスっていうのを、ね、上げてみるのね。で、ビブラートっていうのを下げてるで、コレクトしてみるとほら黄色いまっすぐになっちゃったでしょ。聞いてみようか。これね、いわゆるあの声ができるわけです。やってみますね。ある音より高かったらそっちの方に一番近いところに行くわけ。それよりちょっと低かったらこっちに行くっていうのを機械的に極端にやってるんですよ。だからこれも例えばね、今こうここ辺だよね。触ってね、キュッとやると後から修正できる。いいでしょ。ここもうちょっと高い方がいいよね。こんな風にしてね、やると君と思い出は sweet time から sweet、うん、ここも変だったよね。ちょっと聞いてみようか。ずっとこれこれはさ、高すぎるんだよね。で、今はこう平行に上下させてみたけどこれ引っ張るとね、こんな風にできるわけだから、なんていうの、スラーっていうの、なんていうの、これ試めてみたいな感じでずっとこれからスイッチ、ちょっと自然になるでしょ。こんなこともできます。でね、ローランドって、やっぱり声を加工する技術ってすごい昔からやってるんだけど、まあ、ボコーダの頃からやってるんですけど、ここにあるフォルマントっていうのがあるでしょ。で、人間の声っていうのは、高い低いとかっていうのはあるんだけども、声帯ですね、フォルマントっていうところが非常に重要になってくるわけです。男の人と同じ人と違うでしょ。そのフォルマントをね、実はいじれるね、パラメータがついてるの、ここに。ちょっとやってみようか、これ。やってみますね。